がすけさやかくさや、これは水戸黄門、いやくまモン失礼いたしました。今日ですね、うちテレビショッピングやってるんですよ。 RKK3 チャンネル、熊本放送今日3時55分からですね、水戸黄門でですね、金箔が吹いても生えない国産仏壇テレビショッピングやっておりますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。ちなみに今日は行きますよ、広告がっつりと。はいはい、熊本日日新聞の今日の22面ですね。今日確か22日じゃなかったかな。まあいいか、今日22日ですよね。ちょっと見てみようかな。22日の22名、おお、にゃんにゃんの日でしたよな。にゃんにゃんの日よかな。はい、熊本日日新聞のですね、これヘルメットの隣ですな。ヘルメットのが目立ってるけど、ヘルメットの隣にですね、横が5センチ、高さが6センチ、世界一小さい仏壇店の広告が載っております。広告は小さいですけど仏壇だよかです。一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、終わったはい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 。まあですね、本当ですね、お仏壇山本親方が丁寧に作ったですね、素晴らしい国産仏壇です。私は夢仏壇、これを拝めば夢があります。やっぱベトナムとか中国の方のですね作った仏壇じゃ夢の中ですまい。やっぱ日本の職人が一番だとこの水戸黄門思っております。はい、まあそれはともかくですね、はい、いつものお約束、8月の22日といえば、今思い出した。待って、父ちゃんの今日は命日じゃなかろうかな。そうだった、父ちゃん今日は命日だった。今思い出しました。どうもすいません、ありがとうございます。はい、仙台の中田隆の今日命日、今思い出しました。はい、では8月22日父ちゃんの命日でございます。今日も夜8時まで一生懸命頑張りますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、8月の22日今日は黙々の木曜日、夜8時まで営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。もうこの格好を見て天国の父ちゃんもとても喜んで泣き悲しんでいるのではないかと思いますけどですね、一生懸命、日本で一番アホな仏壇店でございますけどですね、扱っている仏壇は国産よかですまい。はい、今日も一日頑張ります。